やっとやっと皆さんに見ていただくことができた今日という一日をですね、また新たな始まりの日としてですね、実感しております。本当に感無量でございます。今日も見終わった後ですもんね、皆さんね、見ていただいた後ですもんね、はい、いろんなお話させていただければと思っております。よろしくお願いいたします。ではご紹介します。この度は無事に初日を迎えられることになり、おめでとうございます。湯川学さん、久しぶりに福山雅治を演じてくださり、間違えました福山雅治さん、久しぶりに湯川学を演じてくださりありがとうございました。もはやどちらでもいいんじゃないかと思うくらい、私の中で二人は同化しております。柴咲コウさん、本当にお久しぶりです。もう宇津美薫は見られないのかなと思っていただけに、本当に嬉しかったです。戻ってきてくださったことに感謝します。北村和樹さん、私が見たかった草薙をようやく見せていただけました。長年の夢が叶った気分です。そして西谷浩監督、お見事でした。この長い原作をいかにして2時間ちょっとの映画にするのか、私には想像がつきませんでした。過去のガリレオ映画も素晴らしかったですが、今作が最高作だと思います。それにしてもコロナ禍の中、撮影は大変だったろうと想像します。役者の皆さんやスタッフの方々のご努力に心より敬意を表します。ところで皆さん、ガリレオはこれでゴールインなのでしょうか。東野圭吾。いや、もう素敵なお手紙をね、頂戴いたしました。福山さん、いかがですか。いや、ちょっと最後の一行が非常にこう、はい、気になるんですけど、はい、それ僕らが先生に聞きたいことなんですけど、はい、これがゴールなんですかっていうのを、え、なんですか。いやいやいや、もう先生としては、はい、もうゴールじゃないんだよねとおっしゃってる感じですよね。つまりこれは、うん、まあ、沈黙のパレードは2018年に出版されましたか、はい、ね、ですかね。そして4年経って映画になった、はい、ですからまずやっぱり東野圭吾先生がお書きにならないことにはっていうことを福山さんは言いたいと。今もちろんあの透明な螺旋というものあります。はいはいはい、はい、ありますね。ありますあります。それでどうでしょう。おい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 、僕が決めることじゃない僕だけで決めておけば、はい、もうゴリゴリ進みますけれども、ええ、あ、でもこれは皆さんの足並みが揃って初めてですからね。これ主演の福山さん的には、あ、もうなんか何かが起こってますよ皆さんの中で。もうね、はい、拍手にも感情と言葉がありますから、ええ、今の拍手、今のは私も福山さんも求めなかったのに、はい、自然発生的に湧き起こった拍手なんで、はい、これこそ本物だと思います。またガリレオを見たい方、長い拍手ですね。長い拍手いただきましたよね。い、はい、いや、もう本当に皆さん、お気が早い、ね、まあでもね、ぜひともあの9年というのはちょっと皆さん長かったですよね。そうですね、これはやっぱ長かったんで、9年と言わずね、その前が5年空きましたんで、9年と言わずやっぱりやっていただきたいかなというふうに思う次第ですね。そうですね、9年後となると僕もやっぱり62歳になってるので、はい、それはそれでまたいいと思いますけどね。それで見たいですね。いいですか。じゃあちょっともう9年後だとするならば、ちゃんと生きてましょうね我々ね。生きて監督も健康にね、ちゃんとね、大前提です、ね、皆さんも、ね、もちろん生きてなきゃいけないですから。そうですね、いや、でも9年後じゃない方がいいですよね。9年後じゃない方がいい、もうちょっと早い方がいいですね。もうちょっと早い方がいい。